教祖です。こんばんは。めっちゃもうお風呂入って上がってすぐやる。そう、教祖、教祖です。こんばんは、中村舞です。ちょっと唇がカッサカサ。保湿大事。このリップもうなくてさ見てこれ頑張ってる。もうないないから諦めたらいいのに。頑張ってます。こんばんは皆さん、中村舞です。ありがとう。お風呂上がってそうなおです。お疲れハートありがとうございます。やっほん、中村舞です。本当に風呂上がりまだお風呂出てで、こうもうバッて出てで着替える前にあの配信予約入れて5分後ぐらいにポチッ。そう、もう5分後ぐらいに。あ、かわいい、ありがとうございます。そうなの、皆さん今日も一日お疲れ様です。ロフト配信、え、別に登ってもいいんだけど特にあんまり背景変わんないよ。なんか白、壁が白なんですけど。そう、配信中に乾く髪の毛どうだろう、乾くかな。お疲れありがとうございます。何分ぐらいかかるかな。にドライヤーで10分ぐらいは多分かける。そんなにかけんか、え、もう分からんあんまり数えたことないけど分からんけど。大変大変、嫌になる。今日もノーメイク、いや本当にごめん。そうなん、自然乾燥、いやそんなことはしませんドライヤーします。自然乾燥したら結構大変かも。ありがとう、ハート。乾かして、なんかうるさいかもしれんあのドライヤーかけたらちょっとうるさいかも。2年伸ばしたことあるけど女性の苦労がわかる。なんか髪の毛はね1ヶ月で1センチって言いますよね。多分2年伸ばしたら24センチぐらい伸びそう。結構伸びる。うるささを求めて
なんでなんでなんでよ。イヤホン税？確かに。うん、なんか音がすごそう。耳が、耳が。ありがとうございます。あ、音はオフで？まさかのミュートミュートでかける。このヘアオイルをつけて、ヘアオイル、そしたらさ、めっちゃシュールじゃない？私がさ、無言でさ、無言っていうかドライヤーをさ、みんなさ、音がないドライヤー聞いてるみたいな、プールの跡みたい。なんかさ、今思えばさ、小学校の時のプールの跡、まあ、中学校の時もか、プールの跡ってさ、髪乾かしてなかったよね。しかもプールって結構塩素入ってるから髪の毛が大変。ドライヤーはね、ドライヤーどうもありがとう。ちょっとだけかけよう。失礼します。学校の、え、ドライヤーないよ学校。もうみんな自然乾燥。風を待つ歌って、2分半で髪が乾くかっていう、あ、2分半じゃないわ、3分ぐらいか2分半はさすがに短いか、3分半ぐらい。ちょっとミュートにしよう。どう、シュールだった？BGM 機能があれば？ああ、何喋ってたの？え、何も聞こえんやろって言ってた。何も聞こえんやろって。カラオケモードにする。え、カラオケモードにしてミュートにしたらさ、 BGM だけ聞こえるの？そういうこと？ BGM もさ、止まるの？私そのカラオケモードでやったことない。さあ、この間このね、イヤホンがね、すっごいバリバリ言ったの。ちょっと心配なんだけど。イヤホンささずにはね、ならないんですよ。ちょっと待って、もう一個イヤホン持ってくる。珍しく絡まってない。本当ありがとう。イヤホンでミュートしたら声が入ってないってこと？
すごくない？そしたら BGM とともに乾かしてるみたいになるの？イヤホンつける意味、確かにない。ない。風を待つ、風を待つっていうか風を待つっていうか吹いてるよね。吹いてるの方だよね。ね、ちょっとさ、ちょっとミュートにしてみよう。ああ。ミュートできんかったんじゃけど。待って、これカラオケ機能中はミュートに。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、愛はなしよね。ただ会いたくて、それが恋と気づいて今さら。ずっと歌ってたんだけど。聞こえてなかった？え、BGM も聞こえてないの？これって。え、そんなことはない？え、マイキュー BGM 聞こえてない？え、BGM 聞こえてないの？
私はめっちゃ BGM 聞こえてたよ。だからあ、これみんなには BGM 聞こえとるんやと思いながら歌ったらみんな聞こえてないよみたいな、あ、私の声は聞こえず BGM は聞こえとんじゃと思った。サイレント全く聞こえん。え、私じゃあ今さ一人でさずっと歌いながらみんな何も聞こえとらん無音がさ流れたってわけ？それは失礼。私の声が入ってないのが流れてんのかと思ったわなんも聞こえてない。これは川軌道 65% この一見乾いたように見えますけど実際に持ってこう中の方を見るとちょっと湿ってますけど割と乾いてる。え、でも何歌ってるか、ここにテロップは出るんだもんね、風を待つって。え、出てたよね、出てた。じゃあ、あのあれだね、あの独身術クイズは難しいね。歌詞わかった？で、私の口でっかいの。でっかくない？ポンポン。何歌ってるでしょうか？何を歌ってるでしょう？会われてないですよ。え、ちょっとね、いい感じに、まあまあぼちぼちです髪は。笑顔のチャンス。あ、誰にも一生忘れない、入れてほしいな、笑顔のチャンスね。え、でも結構さ、なんかあの曲さ、 A メロ B メロがさ、ひ、あの何ですか、文字数が結構多くてさ私自分の歌われじゃないとこ結構歌えるのか心配。ピカピカありがとう。暗闇系だし、あの僕はこの海を眺めてるとかもうさ、ちょっとさ、なんかと似てない、その歌割りの感じの。カラオケで歌ってみたら大苦戦。やっぱそうだよね、難しいよね結構。人間関係得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってた。僕ってなんだっけ、もう僕がありすぎてね、そして僕は僕じゃなくなる。笑顔のチャンス今年で一番好きな曲です。え、私もめっちゃ好き、イエーイパーン、めっちゃ好き。ありがとう。
花束もありがとう。船売りまだないの？ない。STU の曲であるの言ってあげる。息をする心、思い出してよかった、思い出せる恋をしよう、風を待つ、片思いの入り口、気にならない孤独、暗闇、後悔なんかあるわけない、サングラスデイズ、好きになれただけで幸せだ、瀬戸内の妹、瀬戸内の声、そして人間は無力と思いする、思い知る。いや私これね、そして人間は無力と思い知るね、カラオケで歌ったらね、全然歌えなくてびっくりしたの。あの、暗闇じゃない、花は誰のもののカップリング曲で、あのみちゅさんとか今花だれ公演でやってる楽曲なんですけど、全然歌えなかった。練習したら。そして僕は僕じゃなくなる、大好きな人、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、夏の好きはご用心、花は誰のもの、独り言で語るくらいならヘタルたちよ、ベザルとシェリンときた道と、僕はこの海を眺めている、無謀な夢は覚めることがない、夢をガラス瓶の中に。そして人は、え、私なんて言った？そしてなんて言った？人間って言った？あ、人です、人。あ、ちょっと待って。夢力？ねえ、泣いてる。夢力欲しかった？確かに。ポニーテールも入ってない。でもポニーテール入れてほしい。ポニーテールとシュワ。シュワ終わりかもね。シュワいいタイミング。I'm シュワ楽しかったわ。どんなのだっけ？こんな感じじゃない？私ね、花だれカップリングは。まだあんまり歌える気がせんわ。ちゃんと練習せな。ありがとう。あの、池ちゃんの曲歌ったことない。ご用心聞きたい。練習しとくわ。ご用心？夏の好きはご用心、ただの蜃気楼。ってやつやんね。サマータイム。なね、いっぱいなんか言ってるね。幻想どうするみたいなやつだよね。なんだっけ。クマありがとう。子猫ちゃんなんちゃらかんちゃらら、そんな歌詞が出てこん。てててててて、あ、まるで子猫ちゃんみたいに。え、そうなの？そうだそうだ。歌ったことない。あー面倒だっていう歌詞があった気がする。ありがとう。自然淘汰主義かっこいいよね。私結構くるくるの踊り好きなんだよね。自然淘汰主義とか結構みんななんかね、もう バッチバチって言ったらなんか違う、あれ結構ね、もうダンスがね
そう、みんな揃っててめっちゃバチバチなんですよ。すごい好き、振りもかっこいい、好き。あ、バキバキ？あ、バキバキか。バキバキ。バキバキです。バチバチじゃない。ね、あれやったらいいね、あの、ST48 さん。神様も呆れるくらいに、え、わからん、ちょっとそれはまだわからんね。いや、わからんことはない、いっぱいね流れとるけん聞いとんじゃけどね、歌えんな。ありがとう。一人一人歌わりがあるやつやんな。表題曲では思い出せる声をしようが一番好き。あのね、これね、なんかツアーを初めて見たよって人とか、あの瀬戸内 PR 舞台のとかでこう全部の表題曲をやってたんですけど、思い出せる声をしようが結構なんか人気っていうか、こう初見の人とかが思い出せる声をしようっていう楽曲めっちゃいいって言ってくださることすごい多くて、そうなんですよ。ハートマンありがとうございます。なんかね結構多いんですよね。そう思う？そう思うって人がいる。多いですね、重恋楽曲。なんかね、もう自分たちは曲を初見で聴くっていうよりかは、なんかもうずっと、まあ、初見で聴くときはあるんですけど、なんかずっとなんか作ってるっていうか、曲をさ歌って MV 作ってからやってるからさ、なんかなんだろう、別の感じで見ちゃうんですよね曲を。そうだから、なんかその初見の人にすごくなんか重恋めっちゃいい曲って言われることが多くてびっくりしたりします。重恋人気やみたいな、なんか別の角度から見ちゃって。そうね、なんかその曲単体っていうよりかは別の角度から見すぎて分かんなくなってくる。マイキューの一杯の水が大好きっす。おお、2回ぐらい披露したことある。そうだね、ツアーかな。チャラチャン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 。8月のドゥンドゥン、アスファルト走る自転車は全力でペダル漕ぐ足元、地面から熱を感じるんだ。はいはい。水見える。一杯どころかね、もうね、一杯の水を、いっぱい飲んじゃう。いっぱい飲んじゃうから。あの日から僕は変わって、聞きたい。あの日から誰とも話さなくなった。これ難しい、カラオケでみんな歌ってみて。入ってないんだけど、これには。なぜだろうそんな気分になれない。滑舌大事。
サッカー始まるよあれ。おー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 おおでサッカー始まる。ほんとサッカー始まりそうなメロディーなの。おもこい聞きたい。おもこい。おもこいね。思い出せる恋、思い出せる恋、ありがとう。ああ、どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって、忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても、悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたって、うまくいってるのになぜか不安いっぱいだ。初恋は誰もみんな続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に帰れば今日のことは思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても、悔いのないように、いつの日にかまた出会って
たいんだ、忘れはしない。あのね、6周年コンサートでこの楽曲、あの1期生ドラフト3期生と2期生で振りがちょいちょい違うんですよ。で、今まで2期生の曲じゃない2期生の振りをやったことがなかったんですけど、なんと6周年コンサートで初めて2期生の振りをしましてですね、どうなんだったっけのね、でれれれ、いつのちゃんちゃん、いつの日にか思い出せる、ちゃちゃとお手おきの、あ、こんなんだっけ、じゃん、もし世界が終わったとしても悔いのないように、ちょっと違うんですよ、若干振りが違くて。そうそう、しかもちょっと可愛いの、なんかふん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 、あ、トゥトゥトゥ、そう、ありがとう。なんで、思い出せる声をしようっていう楽曲は6周年コンサートの、あ、リクアワでもやったし、6周年コンサートの2部でもやったんですけど、振りが違ったのは2部の方です、ね、え、待って、1部でもやった、思い出せる声をしようって6周年コンサート3公演中3個しとるわ、3回してますね。で、違ったのは3公演目の2日目の夜ですね。どうなるの、ありがとう。待って、もしや見逃し配信でまだ見れるんじゃないですかねえ、もしかして30日まで見れるんじゃなかったっけ。ギリギリ見れますよ、皆さんぜひ見てくださいそう、2部です、2部、そう、2サビが、そうなの、フルでやったんですけど、くまありがとう。思う声はリクアもフルだったし、リクアは3ランク3に入ったらフルでやるんですけど、ランク3、あの3以内じゃなかったんですけどフルでやったし、1部もフルでやった、2部もフルでやった、全部フルでやってる、すごい、すごくない、五尺玉みたい、すごい、五尺玉みたいってさ、結構マニアックな頼み方だね。思い出してよかったのかな、の打ち上げた五尺玉、私も五尺玉やりたい、2番もやりたい、思い出せる、思い出せる声じゃない、思い出してよかった。ね、わかる、思い出してよかった、まあ、古いね、ね、ありがとう。あと6分なの？じゃあ最後に思い出してよかった？なんかいいね穏やかだね。思い出してよかったね。何分あるっけ？5分ある。やばい、ギリギリ？君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない、ずっと昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた、その中で見失
ただの付き合いでいただけなのに、花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ。打ち上げた五尺玉消えるたび真っ暗で、そばの誰かさえも見えず、僕は揺れる影のようで孤独だと思った。思い出した希望は遥かあの街の風の匂い、海を見つめ語り合った未来、青春時代の友は元気だろうか。間に合う？ほっとしたよ出会って、僕は